ベトナム戦争中、北、ベトナム人やベトコン軍の寝返りを促進すべく、米軍によって空中投下された安藤権。政府コンダクト、または安藤権とは、国際紛争、または戦時中において、交戦国が特定の人物に、ハラスメント、人身障害、死の脅威にさらされることなく通行することを許可するための通行証、または、 通行文書を発行することを指す。この時に発行される通行証は日本語では安藤券と呼ばれ、英語圏ではそのまま政府コンダクトと呼ばれる。例としては敵が降伏して撤退するとき、交渉会議に向かう者、無国籍者、何らかの理由で通行できない者に発行される。安藤券では通行の日時、経路、通行者の標識。 安全通行を保障する条件などが記載される。中世では、聖地がイスラム教国の支配下に置かれている時期が長く、そのような時期において、キリスト教の巡礼者はイスラム教国の領主からエルサレムまでの安道権を求めることができる。西ヨーロッパにおいても1485年4月にスコットランド王国とイングランド王国が講和交渉を行うとき、 スコットランド代表8人にイングランドへの政府コンダクトが与えられた例がある。20世紀の例としては、ウラジーメル・レーニンの封印列車が挙げられる。レーニンの国籍はロシア帝国であったが、当時のロシアはドイツ帝国と戦争状態であり、ドイツはレーニンが追放先のスイスから停車なしでドイツを通過して、ロシアに帰国できるよう許可した。ドイツはレーニンによって、 ロシアが不安定化することを期待したのであった。第二次世界大戦では、アワマルが安動権を得ており、ベトナム戦争中の中保位計画がある。ありがとうございます。